はい、こんばんは、山城と申します。まあ、これで、ね、簡単なサブチャン速報になるのかな、で、挙げてると思いますけど、一応今後のね、1月以降のちょっと投稿予定、ちょっとすみません、ここのところ1ヶ月ごとにね、投稿予定が、ぐちゃぐちゃ書いてたんで、ややこしくなってるんですけど、1月以降は、どっちかというともう2023年はこのペースで行くのかなっていうようなぐらいに、広く捉えております。多分これで固定させると思います。どういう感じでいくかというとですね、しまった。書いてなかった。ああ、しまった。資料も何も作ってねえの、ちょっと始めてしまったよ。簡単に言いますね。投稿頻度、をそれぞれ変えていきます。で、投稿頻度なんですけど、基本も YouTube ともニコニコも一緒で、まあ、毎日更新は続きます。先に結論にときました。毎日更新は継続。継続で、20時更新か。20時更新は、これはね、もう変えずにやっていくことになります。まず、毎日更新が、めっちゃ見にくいやん。毎日、あとでね、写真撮ったの出しときますわ。毎日更新、20時に毎日更新をしていきます。これは継続なんですけど、今23時にね、金土日は23時にも更新しますよって言ってました。そのね、23時更新を不定期に変えます。どこまで言ったっけ？23時更新は随時更新という形にさせていただきます。要は、動画があったらあげますよっていうので。で、これは、金土日だけじゃなくて、毎日ね、予備の動画が入る時もありますよという感じにしておいてきます。ですので、週の動画投稿の頻度が7から14ってちょっと幅を設けさせていただきます。これね、ちょっと簡単に言うと、毎日投稿は、できるなというのは分かってるんですよ。で、毎日投稿だとネタの消費が追いつかないなっていうのも、これはね、分かってるんですね。で、週10本っていうふうにしてたんですけど、週10だと、正直きつい週もあるんですよ。簡単に言うと、まあ、こっちの仕事の兼ね合いなんですけど、仕事がね、くっそ忙しいのが続くとね、ちょっとね、週10投稿分の動画を作るのはなかなかしんどいなっていうのは、前回、まあ、あれもあったんですけどね、ちょうど4つ目の方で毎日投稿しないといけない、動画のその締め切りの、クリスマスケーキのね、特集をやってみたんですけど、あれ、これ週1でやっとったんで、とてもじゃないけど間に合わずのというので、1時間超えの動画ですね、2時間とか3時間とかの動画をね、毎日更新でね、あっちであげるってなったんで、簡単に、要は編集する、つまり3時間の動画を放送してるってことは3時間、最低3時間を喋ってるわけなんですよ。っていうのはね、仕事帰りにやってたりしとったらね、当然それを編集かけるってなったら、それでまた3時間とかエンコードとか処理でかかるんですよね。まあ、ね、機材にもよりますけど、うちの場合だったら、しかも 4K でやってたんで、めちゃくちゃ重たかったんで、アップロードとかめちゃくちゃ大変なんですけど、っていうのをね、やっていたわけでございます。まあ、そういうのとかもね、重なるとで、今度、もう直近でも少なくとも、おせちで同じような状況になるのか分かってるんで、まあ、おせちなんでね、多分、その一つの商品について3時間も喋るってことはないだろうとは思うんですけど、今、まだおせちのね、節分の、まだ、恵方巻きのね、資料が出てきてないんで、あれがね、出始めてきたらね、各スーパー回って、その時に動画も撮ってきてね、ちょっと、いろいろと考えているんですけどね。で、ただね、うちだったらね、きっとね、方巻きに使ってるこのマグロがどこ産なのか、キハダなのか、メバチなのか、そのあたりとかをね、徹底的にチェックしてね、さらに米のね、数量、どれぐらいの粒が入るのかとかね、そういうようなことまでね、考察とか入ってくとね、きっとまた3時間とか喋っちゃうんですよね、結局。ですので、だってこのね、紹介動画、週どれだけ投稿しますって投稿予定をする動画で、このありさまですよ。多分10本喋るでしょ、これ。っていうような形になっちゃうんで、うちの場合、このね、無駄話、これで、その無駄話を使ったね、やつもね、11時更新また今度測ってくると思いますけどね。そういった企画も考えてたりするんで、ちょっとサブのやつとか、まあでもメインを20でやりますよって、で、本当はね、理想はメインを20でずっとメイン動画のね、いわゆるターミナル制覇、完全制覇シリーズみたいなやつとかをずっと20時に上げて、で、23時にサブチャン持ってくれるようなね、形があったらいいんですけど、さすがにね、それで14本で、ね、ずっと投稿できたらね、さすがにちょっとそれはね、難しいなっていうことはね、まあちょっとね、間でサブチャンのやつを、20時に持ってくるっていうような形も作りたいんで、
基本的には20時に何かしら更新が入ります。これはもうメインかサブちゃんみたいなのが入ってくるよっていうような感じで思っておいてください。で、ちょっとね、ストックの余裕ができたりした時には23時にサブちゃん回すかもしれませんし、今までやってたようなね、ショートの動画とか、そういうのは23時に基本持ってこようと思います。これね、なんでかっていうと、ショート23時から0時くらいのコーナーが、正直言って再生の伸びがいいです。あれね、8時に上げたり、5時に上げたりとかもやってみたんですけどね、全然そうするとね、5再生とか10再生とかあるんですけどね、なぜか23時に持ってくと、あの時間に多分ショーツを見る人が多いのかな。ピュッて初動でね、ピャーって伸びてね、1000再生とか言ってくれるんで、なのでね、ちょっとそれも狙って、23時更新の、やつにする。をその時間に入れとくという感じですね。まあ、深夜番組の深夜枠だと思っておいてください。という感じで23時に一応更新を入れるという予定にしております。これは随時っていう形なんで、もう全然ね、忙しいなという時は週7更新。まあ、でも週7は保証しますよというような形でやっていきます。で、4つ目の方は今まで通り、基本、毎週、20時に更新。金曜日の20時に更新。これは変わらずですね。で、これがニコ動の方に上げるときには、21時の更新になりますよと。で、あとこの23時更新分でショートのやつなんですけど、一部ね、ショートのやつなんですけど、ちょっと方針を変えます。ニコ動の方に主に影響なんですけど、まあ正直、ニコ動のフォーマットであの縦動画見るのが、まあ見にくいと いうのがありましてですね。で、どうしようかなと思ったんですけど、基本今後は縦動画に関しては、ニコ動でもアップロードして需要があるかなって、カンコレ絡みとかね、そういったようなやつとかで、ちょっと需要がありそうなんだなっていうやつは、アップロードかけとくんですけど、今もね、実はこっそり上げてないのがあるんですよ。うっぷんぬし、なんだったっけ、再生数が上がるとうっぷんぬしが凹む不思議なショートっていうシリーズがあるんですけど、あれもう AI 生成勝手にできたやつ、そのまま投稿してるっていうやつなんでね、一応チェックは入れてます。映ったらアカンもんだけど映ってないかなだけチェックしてっていうのはやってるんですけどね。あれに至ってはもう、まや、もう、ニコ動で、さすがにね、アップロードする意義がなさすぎてですね。これは、さすがにあれだな、ということで。そういうような感じで、ショーツ系の動画に関しては、基本的に、今後は、TikTok の方で上げようと思います。っていうのは、今まで TikTok で、パソコンから上げるのにちょっと制約があって、実はうちのところのエンコードかけたやつだと、そのままアップロードができません。ファイル容量が、対応してませんとかってなってしまうもんで、できなかったもんで、ちょっと、いろいろと、再エンコード、再、えー、レコードをかけて、レコードをかけて、さらにパソコン、クラウドにアップロードしたで、圧縮アップロードしたやつを圧縮ダウンロードして、スマホの方で圧縮解凍して、それをさらに解凍して、それを、さらにですね、再加工して、TikTok でアップロードっていうすっげえ大変な作業だったんで、できなかったんですけど、ちょっとね、仕様が変わって、パソコンからも直接うちで作ってる、ショーツ用で作ってる動画フォーマットのやつが、そのままアップロードができるようになりました。ので、それを使ってアップロードしようと思います。ただこれね、ちょっとリアルタイムはできないです。実は、TikTok ってタイマー予約ができないんですよ。アップロードしたらその場でポンと上がるっていう仕様しかないので。ですので、23時ね、更新し、できればね、本当は多分 TikTok もそれぐらいの時間が一番伸びるんでしょうけど、この時間ね、まあ、何せ仕事してるんでね、バリバリ仕事してるんで無理だよと。アップロードしようかねえということなんで。ですので、まあ、アップロード、TikTok の方は、ですから、アップロードかかるのも夜中の3とか4とかになっちゃうかもしれませんので、ね、ちょっとね、どうなのかなと思いますけど、まあ、あっちの方はね、なぜかね、あれ、固まってる？俺固まってるな。固まったってことは、いい加減話をやめろってことかな。ということなんでね、とっとと話を切りますけど。まあ、ですので、TikTok の方も、今後はショートのやつとかね。まあ、TikTok 専用のやつも撮る余裕あるのかな。でも、結局、TikTok 用に撮るんだったら、もうショートでも上げちまった方がいいですからね。ただ、そう。ただ、これ、ショートのやつをそのままで TikTok に持ってこうと思ったら、ちょっといくつか問題があったんですよ。実際、いざやり始めてみたらね。例えば、音楽関連のね、ところとかがね、実は、TikTok のところの、
削除判定になるやつとならないやつの判定がちょっとね、独特だったんで、ちょっとそのあたりだけ精査してね、対応して、ですからちょっと仕様の違う、仕様を書いて TikTok 用はちょっと上げないといけないなっていうところがいくつか見つかってきたんで、そのあたりは対応した状態で出すんで、まあ、もしよかったらね、まあ、ちょっと基本的に内容は変わらないっていうやつが上がるんですけど、ちょっと仕様が変わるとかもね、もし、ちょっとね、気になる方とかね、TikTok もチェックしていただければかな、っていうかなと思います。TikTok は個人名のね、ブレイクしない山田の方でやってますので、そちらの方もチェックしていただければと思います。ということでね、画面固まったら手振っても何も映ってないんだね、これ、しまったな。ということで、もうとりあえずこのまましゃべりきっちゃいます。こんな感じで、更新としては、なんか、20時は毎回更新、メインチャンネルね、こちら青いチャンネルは毎回更新で、23時にもしかしたら更新が入るかもしれないよっていう形で、週に7から14本。で、4つ目の方は、週1ですね。週1金曜日、毎日20時更新。で、さらに、20時に多分また恵方巻きのやつが毎日更新とか入ると思うんで、臨時でそういったような感じでね、特集するようなやつとか、ことがある場合には、上げていきたいなというので、しっかりとね、動画の方でも言いましたよね。今、オープニングでね、チャンネルの表のところに流れてるね、質より山量って言ってるね、やつがありますけど、あれの通りね、しっかりと量を上げてね、まあ、あわよくばね、あわよくば、今年中、2023年中に、2000本まで持ってきたいなと思ってますんで、ね、大内省内の動画ね、もうくだらん動画も、ボコボコ上げてね、2000本達成したいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということですね。まあ、この動画はこれぐらいで締めさせていただきます。そうか、画面が動いてないから今みたいになんか手振りしてもダメだったんだ。以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。何分から止まってた？わかんねえ、怖え。